シアン、帰ったわよ。お、お前らか。で、どうだった？もちろん、この通り。おお、これこれ、これを待っていたんだよ。悪いが、早速武器の回収に取り掛からせてもらう。今は時間が惜しいからな。そういえば、博覧会っていつなんです？3日後よ。そうですか、3日後ですか。って、3日後です。大変です、時間がないです。そういうことだから私は工房にこもらせてもらう。それじゃあな。行っちゃったです。ねえ、これからどうする？私の勘が正しければとアブニールは博覧会で何かするはずよ。何かって何？知らないわよ。わからないから何かって言ってるんじゃないの。なんだ、ノワールの勘か。あなたね。あながちノワールの言う通りかもしれない。マジコンヌが何か企んでるなら、アブニールの新兵器は必要になるはず。なるほど。もしかしたら、マジコンヌも博覧会に現れるかもしれないってわけですわね。そう。さすがブラン！すごい説得力だよ！悪かったわね。私のには説得力がなくて。そんなわけで、3日後。いいのかしら、こんな適当に3日経たせて。なーに、こんなところにまで来てごちゃごちゃ騒いでんだ。そろそろセレモニーが始まるぞ。だって始まるまで暇なんだもん。そりゃ携帯ゲーム機で遊んだりガールズトークの一つや二つはするって。コンパはまだしも、あんたのはガールズトークと言えるか怪しいわよ。これがラステーション最大の科学博覧会。どう？すごい規模のイベントでしょ。これだけでもすごいでしょうけれども、まだまだラステーションにはすごい技術がたくさんあるのよ。あ、どうしたのよ、面白い展示物でも見つけた？物販ブース発見。ちょっと覗いてくるわ。目当ては物販かい。私も初めて見るが、実に興味深いでしょ。あなたならこの凄さが分かってくれると思っていたわ。次は私も神次元、いや超次元ガジェットで出展するのも面白そうだな。超次元ガジェット？何それ？ほう、興味があるか、助手よ。だから助手って言うな。細かいことを気にするな。超次元ガジェットというのは私が作り出した発明品のことだ。細かくないわよ。けど何かものを作り出せるってのはすごいわね。どんなのがあるの？そうだな、入れたものを食べ物だろうが人間だろうがゲル状にしてしまう電子レンジや室内マイクロウェーブ照射装置などなど。お願いだからそんな物騒なもの出展しないで。なんだつまらん。アブニールよりは平和的だと思うのだがな。だとしても普通に生活する上では物騒なの。ねえノワール、ゲームを出展する企業はありませんの？今回のテーマは武器や兵器だから、ゲームを出展するところなんてないわよ。
そんな、それだけを楽しみにしていましたのに。あのね、私たちは遊びに来てるわけじゃないのよ。わかっていますわ。けど、せっかくのイベントですもの、少しくらい楽しんでもいいではありませんの。そうだそうだ、デールに賛成。ネプチューンも乗っからないの。もう、どうしてあなたたちはこうも緊張感がないのよ。みんな静かにして、始まるわよ。会場にお越しの皆様、本日は我がアブニールが主催する総合科学博覧会にお越しいただきありがとうございます。あいつ、何勝手にアブニール主催に変えてんのよ。教会っていうか、私が主催なのに。声がマジですよ、ノワールさん。ほらほら、笑わないとせっかくの可愛い顔と声が台無しだよ。別に今くらいいいでしょ、あなたたち以外誰も見てないし。で、あるからして、この度は特別にオープニングセレモニーをご用意しています。オープニングセレモニーだって？何するんだろう。あれかな、名人二人の連射対決とか。見てみたいけど、少し地味すぎない？なら、きっと有名なバンドが来て演奏してくれるです。音楽はありそうですわね。フルオーケストラの演奏かもしれませんわ。私は8ビット音源ライブを見てみたいわ。じゃあ私はハイテンションでビリビリ来てるパワフルワールド全開中の未来型アイドルが希望かな。だといいんだけどね。オープニングセレモニーは総合科学博覧会の趣旨にのっとり、出展物によるエキシビジョンマッチです。もちろんエントリーするのは我が社が誇る新兵器。茶番ね。エキシビションマッチって言いながら、結局は自分とこのを宣伝したいだけじゃない。そしてそれに対する相手は、下町からのエントリー、パッセ工房。ちょっとちょっとシアン、どういうことなの？私聞いてないよ。私だって聞いてないさ。いきなりすぎてわけわかんないよ。エキシビジョンマッチは10分後に開始します。両者は準備をお願いします。準備だって何をしろって言うんだよ。シアン、やはり驚いているようです。だろうな。だが、これだけの舞台を揃えてやったんだ。奴らも逃げられはせんよ。それよりも、アブニール側の兵器は大丈夫なんだろうな。ご安心を。彼女らとの戦闘データをもとに改良を重ねた完全なる新型です。だが、くれぐれも手は抜くな。もちろんです。彼女らには幾度となく苦渋を飲まされてきましたからね。ホワイトハート様のため、我がアブニールの誇る科学力で女神どもを葬ってあげますよ。あいつ取ったの？アイちゃん、何か見つけたですか？ちょうどいいわ。みんな、ガナッシュと一緒にいるやつ、見覚えない？一緒にいる人？あの、いかにも肌の色が悪くて悪趣味なメイクをした、とんがり帽子をかぶった、いかにも性格の悪そうな。
豊島の女性。マジコンヌちゃん、どうしてマジコンヌがこんなところにいるの？当分は動けないんじゃなかったの？自分はまだ動けないから兵器の力を借りここにいるんだと思うわ。全てマジコンヌが仕組んだことだったのね。これでマジコンヌとアブニールのつながりがはっきりしましたわね。どうするです？逃げるですか？それとも戦うですか？そんなのダメ。こんな大勢の人がいる前で逃げたら、シアンたち下町の人が頑張って作ったものが無駄になってしまうわ。けど絶対罠に決まってるですよ。分かっていますわ。けれども逃げるなんて会場にいる人たちが許してはくれませんわ。なら覚悟を決めるしかないわ。覚悟なんて大げさすぎるよブラン。どういうこと？ねえシアン、女神様にトロフィーをもらうためには一番すごいってのを証明しなくちゃいけないんでしょ？ああ、その通りだ。じゃあノアル、それって誰から見ても一番すごいって分かった方がいいよね。ええ、もちろん。女神の名のもと博覧会の審査は公平に行われるわ。だったらオープニング早々アブニールの新型をぶっ壊してシアンが作った武器が一番だって証明すればいいだけだよ。ネプテューヌ、お前まったく相変わらず簡単に言ってくれるじゃないの。けどそこがネプネプのいいところです。ものは言いようですが根本的な問題は解決していない気が。どうせ後には引けないんだし、そう思った方が少しは気が楽になるでしょ。それに負けなければいいんだよ。負けなければ、そうです、負けなければいいんです。勝てば問題ないです。それに借りを返すいいチャンスね。ま、分の悪い賭けは嫌いじゃないわ。愛ちゃんがそう言うなら私もその賭けに乗らせていただきますわ。ならみんなでシアンが作った武器が一番だって証明しに行きましょう。お前ら本当にすまない。だからシアンは気にしすぎだって。もそれよりも武器だよ武器、早く貸して。ほらこれだ。誰が装備するです？この中だとネプテューヌかノワールじゃない？ならネプテューヌ、あなたが装備しなさい。いいの？ノワールのことだからできる。もちろん私が装備するわって言うと思ってたのに。もともとその武器をテストしてたのはあなたでしょ。だから譲るわ。それに私は審査する立場だしね。いい、しっかりいいとこアピールするのよ。オッケー、そういうことなら任せてよ。それではこれよりエキシビションマッチを開始します。それじゃ頼むぞお前ら。任せて、絶対あんなポンコツ倒してあげるわ。よし、最初から変身して全力全開でいくよ。あ、バカネプコ、こんなところで変身したらみんなに正体が。って、あれ、あれあれあれ、アイちゃん
あるはずないわ。そんな、どうして。なら、私も。私もできないなんて、どういうことですの？一体、何がどうなっているの？どうやら戸惑っているようだな。お、お前はマジエモン。名前が違う。貴様、わざとだろう。だがな、その程度の挑発に乗るような私ではない。ネプネプの場合、そこまで考えてないと思うですよ。面白ければそれでいいっていう頭だしね。どうやら女神化できずに戸惑っているようじゃないか。まさかあなたのせいで。ご名答。お前たちからコピーした力を解析し、女神化を封じる装置を完成させたのだ。今はまだ限られた空間にしか作用できないが、この舞台ではそれでも十分だろう。まさか私たちの力が封じられるなんて。まんまとしてやられたってわけね。油断したわ。どうする？やっぱ棄権する？みんなを駆り立てた言い出しっぺが何一番最初に弱音吐いてんのよ。どうやら両者ともに準備も整ったようなので、そろそろ開始したいと思います。いやいやいや、整ってないって。ギブが無理ならちょっとタイム。それでは第一試合開始。どうぞ。神への祈りは済んだ。やっと私の番ですわね。ロアーズエフェクト、私のターン。頑張れ、ファイトファイト。私の番だな。これでどうだ。消えろ。ぶっ飛べ。そうそう。私のターンですわ。はっはっ。覚悟なさい。なんだか楽しくなってきましたわ。この程度でしたら。オペレーションジハードを開始。消えろ。自らの黒歴史に飲み込まれるだろう。やっと私の番ですわね。そこ、覚悟なさい。そこ、ラストストライク。私のターン。こっちの弱点はもう分かってるよ。最大火力、くらえ。猫！オペレーションジハードを開始する。見せてやろう、究極の科学術式を。さあ、聞かせてもらおう、貴様の最後の声を。永遠に悪空間をさまよう。待ってました。よし、ここは必殺技で決めるよ。
私のターンですわ。ご覧なさい、これが私の究極装具ですわ。魂のかけらすら残さず消えなさい。さて、倒されたいのは誰だ。最大火力くらえ。地蔵を抱いて眠れ。レベルアップ。レベルアップね。あれ、普通に勝てたよ。余裕だったです。この中では間違いなく強制敗北戦闘だと思ったんだけどな。どっかでフラグ踏み逃したのかな。なんだと。おい、ガナッシュ、女神化を封じたこいつらに負けるとはどういうことだ。まさか封じられている状態でこれだけの兵器を退けるとは。さすがですね。何をのんきに絶賛しているんだ貴様は。そう耳元で怒鳴らないでください。自慢の兵器がやられたのです。悔しいのは私も一緒です。ならあれを使え。社長、あれというのはまさかあれのことですか。我が社の機械が人間に劣るなどあってはならん。しかしあれはまだ調整中でして、何が起こるか私にも予想が。構わん。しかし。私をのけものにするな。あれってなんだ。あれって、あれがなんだか知らんが、それで女神どもを葬れるなら出し惜しみをするな。クライアントもそうお望みだ。このままではせっかく築き上げた我が社の評判や地位も落ちてしまう。出せ。どうなっても知りませんよ。なんか思ってたよりあさりしてて拍子抜けしたね。ネプネプが変身できなかった時はどうなるかと思ったですけど、無事に勝ててよかったです。それに博覧会開始早々、シアンの武器がアブニールの兵器よりすごいってことは十分証明できたはずよね、ノアール。ええ、誰が見ても間違いないわ。じゃあ私たちの大勝利だね。ネポ、何事。たかが前座を一気倒しただけで調子に乗るなよネプテューヌ。次はこのハードブレイカーが貴様らの相手だ。見たことのない奴が出てきたわね。そんなの関係ないわ、倒せばいいだけよ。いつまで強がっていられるか見ものだな。さあ試合を始めろ。本当にどうなっても私は知りませんからね。第2試合開始。本気出さないとね。ファイト。何をいたしましょうか。待ってました。そうか。さて、倒されたいのは誰だ。決めろ。これでどうだ。私のターンですわ。待ってました。力不足。オイラ、私の番だ。終わった。私のターン。
叩き切るよ。誰か復活アイテム希望な。ちょっと負けなければいいって言ったの誰？てか変身できないんじゃ無理ゲーにも程があるよ。まさかこれほどまでの相手だったなんて。これなら先ほどのマジコンヌの自信もうなずけますわね。けど正直まずいわ。さあハードブレイカーよ、ネプテューヌどもを叩き潰してしまえ。何が起こった？なぜ急に止まるのだ？だから言ったではないですか、まだ調整中だと。調整中だからといって止まるなど許されると思っているのか。せっかく奴らを葬るチャンスなのだぞ。そうは言ってもこの様子じゃ再起動は無理ですね。もしかしてギリギリ助かったっぽい？生きた心地がしませんでしたわ。さすが私、主人公補正バリバリ効いてるね。ねえ動け動け、このポンコツが。ぬぽ、嘘でしょ、起動したの？そんな無茶苦茶な。所詮機械など叩けばどうにでもなるのだよ。何年前の人よあのおばさん。こら、機械もゲーム機も乱暴に扱っちゃダメなんだぞ。そんなこと私が知ったことか。どうしたのだ、まだ命令は出してないぞ。それに攻撃するのは壁ではなくこいつらだ。これってもしかして。壊れて暴走しているわ。だから乱暴に扱っちゃいけないって言ったのに。いや、あんたが言ったの事故だから。これでは博覧会どころではありませんわ。なんとかしてあいつを止めないと。ガナッシュ、あいつを止める術はないの？あいにくホワイトハート様の偽物と語る口は持ち合わせてはいない。だから私が本物だって言ってんだろ。この大変な時にふざけてんじゃねえよ。ガナッシュ、強制終了させることはできないの？先ほどから何度か試していますが、外部からの信号を受け付けてくれません。でしたら他の兵器で抑え込むことはできませんの？他の兵器は先日あなた方に破壊されてほとんど残っていません。なんで私以外とは普通に喋ってんだよこら。熱心な信者さんも考え物ですね。せめて私たちが女神化できれば抑え込むことはできると思いますが。ならその装置を止めるか壊せばいいわ。お願いガナッシュ、協力して。わかりました。けどハードブレーカーの頭部パーツに組み込まれているジャミング装置をどうやって止めるのですか？あるはず。可能性としては十分ありえます。であるのかい。
あの装置はまだ試作のものを無理やり頭部に組み込んだので、強い衝撃を与えられれば。坊さんの方は？そちらは未知数ですが、今の不安定な状態から見て、可能性はゼロではないと思います。それなら私に任せて。誰？てあ！一瞬でハードブレイカーは駆け上がって頭を壊した。何者なの？マベちゃん参上！ここでまさかの助っ人来た！ネプちゃん大丈夫だった？あれ、もしかして私のお知り合い？私が一方的に知ってるだけだからちょっと違うかな。私はマーベラス AQL、 マベちゃんって呼んでね。マベちゃんだね、よろしく。あの様子ですと、おそらく今ので装置は停止したと思います。ですが、相変わらずハードブレイカーの暴走は止まりませんわね。なら力ずくで止めればいいだけよ。行くわよみんな。たぎってきた。これ以上好きにはさせませんわ。ドワーズエフェクト、私の番ね。さあ気合を入れていくわよ。さて倒されたいのは誰だ。そこだ。確実に仕留める。遅い。そこ思いっきり切り込めば。これ以上好きにはさせませんわ。覚悟、食らいなさい。覚悟、マンデリンスラップ。さて倒されたいのは誰。やろ。これが貴様の棒だ。覚悟はよろしいかしら。食らいなさい。遅い。せい。ラストストライク。相手は誰。クロスコンビネーション。私の番だ。最大火力くらえ。私の番だ。行くわよノワール。了解。ね、トルネイドソード。私の番だね。見せてやろう究極の科学術式を。さあ聞かせてもらおう貴様の最後の声を。永遠に悪空間をさまよい。覚悟はよろしいかしら。あなたにはここで果てていただきますわ。魂のかけらすら残さず消え去りなさい。
美しき勝利ですわね。レベルアップでやりまた私の信者が増えてしまいますわね。ダメだ、もう一歩も動けねえ。私もクタクタ、立ってるのも限界。ほう、ならばちょうどいいね。ノワール、あのガラクタもポンコツかと思ったが、女神を疲弊させるくらいには役に立ったようだな。おかげで貴様の力をコピーすることができた。そんなノワールの力も。さあ、残りは貴様一人だ、ネプテューヌ。そうはさせないわ。ネプネプは私が守るです。ふん、女神が消耗して戦えない以上、貴様ら程度今の私でも十分だ。おい貴様、二人ほど忘れてはいないか。忍びとしてネプちゃんは私が守るよ。さすがにこいつらもいては分が悪いか。みんな、ならば今日は引いてやろう。だがすぐに貴様の力も奪ってやる。ねえハハ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 。何言ってんのよ、怪我人を出さずに済んだんだから、そのくらい安いもんよ。ノワール、私のは奪われちゃったけど、まだあなたのが無事なんだから、それを守ればいいわ。そうですわ、過ぎたことをいつまでも悔やんでいるより、次のことを考えませんと。イストワールさえ先に解放すればマジコンヌを止めることができるはずだしな。けどその前にこのイベントをどうにかしなくちゃ。博覧会の後処理にアブニールの責任問題、そして怪我人の救護。はあ、疲れてるのにやることいっぱいで最悪。